皆さんおはようございます。長尾です。今回は沖縄県宜野湾市にあります宜野湾トービカービーチの様子を撮影しました。撮影日は2021年4月19日となっております。4月17日には宜野湾市のトービカービーチは海開きが開催されました。これは地元の客の海水浴客が賑わう願いを込めています。今回はこの海開きで開催された宜野湾トービカービーチの様子を歩きながらリポートをして撮影しております。実際にこの様子がどういう風な風景なのかを実際に歩きながらリポートをして撮影しております。実際に映像が流れますのでじっくりとご覧ください。駆け巡る想いは
今回の宜野湾市のトロピカルビーチの様子はいかがだったでしょうか。撮影日当日はとても天気が良かったので、青い海や白い砂浜の風景を見ることができました。私も現地に撮影した時は、この風景はとても良かったなというふうにはっきりと思いました。私もこういう風な風景は感動して綺麗だなというふうに思いました。このチャンネルでは沖縄風景、イベントなど数多くを紹介しているチャンネルとなっています。もしこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回の動画はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは失礼します。ありがとうございました。